皆様こんにちは、シーノ代表の篠崎です。今日は前髪カットについてご説明差し上げたいと思います。一般の方もとても参考になると思います。まず前髪の厚みですけれども、おでこの狭い人は広く、要するに厚く前髪を取った方がやりやすいです。おでこが狭い方、この方もですね、薄すぎると結構降りてくる前髪も薄くなってしまうので、これはある程度ですね、降りる前髪の量を見ながら前髪の厚みを決めていく。で、前髪はですね、こう今コームでやってますけど、少し頂点から丸さを持って取ってあげた方がいいと思います。額の角までですね、丸くブロッキングを取ります。ここで左右対称じゃないといけないと思う方もいらっしゃると思うんですけども、分け目の関係がありまして、左右対称ではなくても大丈夫です。分け目の位置が一番こう頂点になって、深くなっていく、なので左右対称じゃなくても大丈夫で、まずですね、真ん中に集めて最初に何を決めるかっていうですね、これはね、サイドバングの位置を決めています。なのでサイドバングがない人はこれをやる必要はないんですけれども、まずはサイドバング、よく触角とかって言われてるやつですね。で、この場合ですね、前髪真ん中にサイドバングを集めてカットしても、このウィッグの場合少し、左手側の方、画面向かって右の方ですね、が少し分け目の方がそちらにずれてるので、どうしてもですね、分け目の少ない方、要するに右側、画面右側の方が長くなるんですね。だからそこの長さをまずここで合わせて、今度はですね、よく見ていただくと分かるんですけども、瞳の黒目ですね、黒目の端から端で自然に降りるところ、これはね、機械的に取らなくていいです。自然に落として黒目の端から端、ここを前髪としてまず設定します。で、この場合も大切なのは真ん中に寄せて切るということが大事ですね。真ん中に寄せて切ると自然にアーチにサイドにこう流れができやすいんですね。で、最初少し長めに切って、で、長さを後で調節、こんな感じですね。ちょうど黒目の端の位置にサイドバングが来ています。そこからですね、フリーハンドで頬骨に向かって丸く触角、要するにサイドバングを少し削っていきます。黒目の端までまっすぐつながって、そこから頬骨を経由してサイドバングへつながっていく、この丸みの部分ですね。ここはですね、一般の方はここをつくのすごく難しいと思うし、美容師もですね、ここできない方非常に多いです。ここの部分が顔の丸さとか、締まりとかを出すためにはすごく大事なところになります。自然に丸みがつながりましたらば、今度はサイドバングの位置の角を取っていきますね。下でパチンと切っているので姫カットみたいな感じに横がですね、整っています。なのでですね、そこの角の部分を自然に、シャギっぽくですね、やっていって、次やっとセニングがやってきました。これ 35% のセニングです。上に持ち上げて真ん中ぐらいから量感を減らします。量を減らしているので毛先の整っている感じではそのままですね。要するにですね、今シースルーバングとかって言われてますけど、その厚み、透け感を出すっていう意味でこれはすごく大切なところになりますね。希望の透け感が出たら、今度は毛先の位置ですね、このラインが出てますから、そのラインを毛先の、そうですね、1センチぐらいのところにセニングを入れて、ラインを柔らかくぼかしてあげるということをやっていきます。一連の流れはこんな感じです。ウィッグでですね、前髪を切るって実はすごく難しいんですね。美容師さんもしね、真似してこれやってみると分かると思うんですけども、全く形にならないと思います。本当に難しいです。
なので実際の陣頭に近くなるようにアイロンで少しですね曲げてあげると実際のイメージに近くなります。極端ではなくてごく自然に曲げてあげると陣頭に非常に近いイメージになります。そして応用編です。分け目がついた前髪の場合ですね、このラウンド具合でもやっぱりラウンドが足らなくなってしまってどうしてもですねサイドに向かって上がっていってしまう。そうですね、こういう風に下がってくるといいんですけど上がってしまう、こんな感じで流れてしまうとそういう風になりがちですので、さらに流れ始め分け目のところの毛を短くすることによって、ここですね、この毛を短くすることによってサイドへつながったような流れる前髪にしてみたいと思います。ここの位置ですね。どういうふうにやるかっていうと、まず自然に分かれるところで分けます。こんな感じですね。そして流れ始めの部分、ほんとひとつまみというかですね、この部分をつまんで毛先をだいたい5ミリぐらいですね、これはまあセニングでやってますけども、セニングの方が簡単だと思います。こういうふうに少し短くして、でサイドへ斜めにつなげていくということですね。斜めにつなげていく、こんな感じで。そうすると流れた時に非常に自然にサイドに向かって長いこう丸みのある前髪が出来上がります。で注意しなければいけないのが、このライトサイドの前髪のこの微妙なところですね、これがですねすごく重く長くなってしまいますので、少しですね短くするようなイメージで、サイドへつなげていくと。やっぱりライトサイドが重くて長い方がバランスが悪いです。ライトサイドが短くてヘビーサイドが長い方がバランスがいいと思います。ここで、分け目からラウンドした前髪ができました。こんな感じですね。結構ねこういう感じの自然な前髪になりづらいです。ぜひ、自然に流れる前髪作ってみてください。ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。